どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。皆さん明けましておめでとうございます。とうとうね2020年始まりましたね。今日はですね、ちょっとねいろいろ考えたんですけども、2020年一発目どうしようかなと思ってたんですけども、せっかくなんでね、これから ANA マイルをね貯めようっていう方もいらっしゃると思いますし、今年からね SFC 修行等々ね、されようっていう方もいると思いますんで、今回はねポイント制度の案件をね紹介していきたいと思います。今回はねポイントサイト EC ナビから、クレジットカードのね案件で、昨日ねコミュニティ欄ってありますよね、YouTube のそちらちょっとつぶやかしていただいた案件なんですけども、ライフカードの、ビジネスライトっていうクレジットカード、こちらね、名前の通りねビジネスカードなんですけども、これがね2つ案件、クレジットカードね2種類案件が出てて、同じ案件なんですけども、ゴールドカードとスタンダードカードがね2つ出てまして、このスタンダードカードですね、本来ビジネスカードだと個人事業主、ビジネスカードって基本的に個人事業主とかね法人の方は対象なんですけども、本来ねこれもあるかないか会社によるんですけども、私ね結構会社員時代から結構このビジネスカードっていうのをね発行してきてて、必要書類の中で法人系のね書類が必要っていう会社ねほとんどないんですよね。ですんで私ブログとかね運営してたんで、それを書いて出してみたいな感じで、結構ね審査全然通るわけなんですよね。だから発行できるんですよね、ビジネスカードって社会人の方でも。ですんでそんなにね私何にもやってないっていう方はねちょっと考えていただくしかないんですけども、ちょっとねゴニョゴニョしていただいて発行する感じにはなると思うんですけども、私もね普通にブログ運営って書いて発行してそれでねポイントもらえてて、で年会費無料だったらねそのまま持ち続けるか考えて、初年度だけ年会費無料だったら翌年はねまた考えてみたいな感じで利用してきたわけなんですけども、全然普通に発行できるんで、最近ねクレジットカード案件がねあんまりいいのがないので、今回ねクレジットカード案件ねいいのが見つかったんで、ぜひね発行してみていただけたらなと思ってね動画撮ってるわけなんですけども、期間がねまだ結構ありますので、これね、あと30日ぐらいね続く案件と一応なっているんですけども、このクレジットカード案件はね詳しい方はねまた知ってると思うんですけども、基本的にこのクレジットカード案件って人の人数がね申し込み人数によって打ち切りっていうこともね全然考えられますんで、一応ね表示は30日以上になってるんですけども、なくなっちゃうかもしれないんで、もしね狙っていきたいっていう方はね積極的にね狙っていただけたらなと思います。で発行案件で一応ね利用条件がついてるんですよね。加算条件みたいな感じで、発行後にね5000以上ね利用してくださいっていうのがね今回の案件の条件になっておりますんで、発行した後にね5000円分なんかね買い物に使う生活費なんかに充てるみたいな感じでね利用していただければなと思いますんで、そこだけね気をつけていただきたいと思います。でこれで13000分のポイントがもらえますんで、しかもね年会費も無料ということですんで、私からしてみればねもう最高の案件なんですよね。私も昨日のね、朝、知って申し込みしましたんで、まだ審査結果完了、来ておりませんので、審査の結果がね、来ましたらまたコミュニティ欄でもね、書きたいなと思ってるんですけども、もしかしたら落ちるかもしれないですけどねでもスタンダードのねクレジットカードなんで、これはゴールドカードとかだとね結構ね審査厳しいとかねあるかもしれないですけども、スタンダードのカードだと、そんなに厳しくねないと思うんですよね。私の個人的見解ですけどね、多分大丈夫なんじゃないかなって、結構高をくくってるんですけども、落ちたら落ちたってね、その時はまた落ちましたって言いますんでねでもこれでね13000分のポイントがもらえますんで、今現時点でねポイントサイト EC ナビって
ANA マイルね、東急ルート開通してないんですよね。うん。ですけども、まあ私としてはね、そんなに気にしてないんですよね。まあいずれ対応するだろうなとも思っておりますし、まあ今後ね、多分ね、絶対対応していくと思いますんで、まあ、そこら辺はね、結構楽観視してるっていうか、まあ対応するだろうな。まあポイントサイトで、マイラーの人が利用するってすごい多いんで、まあ大丈夫かなと、私個人的には思ってますんで、まあ大丈夫でしょう。まあ個人的見解としては、まあ多分大丈夫だろうなと、まあいずれ対応していくだろうなと思ってるんで、まあちょっと今待ってるっていう感じですかね。まあポイントサイトのポイントもね、別にANA マイルにね、交換、まあ、できなかった時にね、まあ、それがゴミになるかというと別に他のことにまあ使えますんでね、私はまあそこまでね、今 EC ナビ ANA マイルに交換できないから利用しないみたいな感じでは別にないですかね。結構ポイントサイトのね、私的な感じだと、その対応の良さとかもね、結構重要視してるんで、まあ、EC ナビはね、結構対応もしっかりしてて、うん、調査もちゃんとやってくれる会社でね、どっかのポイントサイトとは全然違いますとか言ったりしてね。まあ今回ね、クレジットカードね、案件を紹介させていただきましたけども、最近ね、クレジットカード案件ってね、あんまりいいのはね、ちょっと前よりね、減ってきてる印象なんですよね。まあ先日紹介したエポスカードってありましたよね。今7000円分のポイントで出ててる案件なんですけども、あれもね、結構珍しいっていうか、今7000分まで上がってるって結構すごいんですよね。うん。まあ、エポスカードって、まあ、丸いのクレジットカードなんですけども、まあ、まあ、皆さん知ってると思いますけども、丸いでも作れるクレジットカードなわけで、しかもね、入ったら2000分かなんかね、割引受けられますよね。うん。っていうので、まあ、結構入る人多いですし、海外旅行保険が、まあ、自動付帯で入ってるクレジットカードっていうのは結構有名なんですよね、エポスカード自体が。ですんで、まあ、ほっといてもね、ある程度、多分、発行する人多いんでしょうね。うん。で、まあ、今回ね、7000ポイントのポイントがついてますんで、まあ、そういう意味ではね、まあ、かなりおすすめですね。募集人数達成したらね、まあ、あちらも終了すると思いますんで、もしね、興味ある方はね、私のね、解説動画も出しておりますんで、もしよかったら見ていただければなと思います。それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思いますけども、2020年ね、なりました。これからもね、私頑張って、更新していきますんで、ぜひね、動画ご視聴していただければなと思っております。で、今後も、昨年末、2日連チャンでね、30、31日、連続でね、生放送ね、させていただきましたけども、今後もね、まあ、やっていきたいなと思っておりますんでね、ぜひね、この動画見てる方ね、生放送もね、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。